あ行こっか。氷結が弱点ね。うまくついていきましょう。よし、
ていく。敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。ペルソナ。そうじゃない。ペルソナ。くらえ。ナイスジョーカー。先生にヒットだ。次に行きましょう。よーし、勝利だな。うん。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。かけろ、ヨハンナ。二体ダウン、クイーン、行け。ペルソナ。手にヒット。いいぞクイーン。よし。まあこんなもんか。感じるぞ。シャドウ確認。ジョーカーの判断を待つわ。何か。正体を見せろ。出してくれよ。よし、こちらの先生だ。向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。ペルソナ。私の怒りを思い知れ。ペルソナ。奪え。動かないで。スカーでやるじゃないか。こいつだ。しょうがねえな。ここで手こずってられない。うん、ご苦労様。さて、感じるぞ。何か。暴いてやる。それしまえって。先生ここがチャンスだ。行け。かけろ、ヨハンナ。二体ダウン、クイーン、行け。ペルソナ。勝手にヒット。いいぞクイーン。敵を撃破。成功は無駄。
さて。こんなもんで減る。どこか。宝箱ね。開けてみない？暴いてやる。こんなの一切も知らないよ。先制攻撃チャンスだ。開けろ。行け。敵2体撃破。あれ？なんだ？ゼロだ！あっ！すごいんだよ！サウゼ！甘いな。さすがジョーカー！華麗だ。邪魔するな。ゴワン！炎上してる敵がいる。この攻撃を当てれば大ダメージよ。お疲れ。熱い技だろ。正体を見せろ。この状況うぜえな。先制攻撃チャンスだ。行け。容赦しない。耐えきれなかったか。エースだ。奪え。くっ
ペルソナー食らいなよ。さて、さて、よし、正体を見せろ。この状況うぜえな。よし、ペルソナの先生だ。これでどう？ごめん、ご爪お願い。ペルソナ奪い凍結しているできないで攻撃して砕いてしまいましょう。しつこいんだよベルソナ。くたばれ。体が痺れて完全状態で動け。クイーン、今は耐えるんだ。さて、それじゃ。
だ。さすがジョーカー、カレーだ。ネコマタ奪え。敵2体ダウン。さすがジョーカー。ナイスジョーカー、弱点にヒットが。これで残り2体か。ハザー素敵だ。何する気だよ。しょうがねえな、しょうがねえな。うっし、お疲れ。鮮やかな勝利だ。よし、研ぎ澄ませ。宝箱ね、開けてみない？つけておこう。探索。
や。ここで一息ついた。Mirror.
問題はどうやって予告状を渡すか。家とかわかんないし。え？同じ手を使えばいいじゃない。
すいません、これ車に貼り付けられてて。ああ、読め。読めっつってんだろ。金を貪る暴食の大罪人、詐欺に明け暮れ未成年だけを狙う愚劣な手口、我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の回答団より。まずくないですか？何が？金城さんにもしものことが。っていうか、これが上の方々に知れたら。余計な気回してんじゃねえよ。いいから黙ってろ。でもこれネットでも噂に。うぜえ。お前ら金持ってこい。ノルマ超えなかったら殺す。はい。怪盗だ。笑わせん。おい、ここもう出るぞ。許せねえ。なるほど。なかなかやるな。ついに本番だね。覚悟はいい？前に来た時はこんなのは。この短期間で部屋ごと金庫に。さすがに銀行のパレスか。いらっしゃいませ。
ようこそ我が都市銀行へ。よく生きてここまで来れたね。ずいぶん運がいいようだ。運？バカ言わないで。てめえを改心させて、その口で全部白状させてやる。お前みたいなクズに苦しめられてる奴らを俺たちが救うんだよ。警察も手焼いてるくらいだ。世の中大騒ぎにしてやんぜ。上が下をこき使って好きなだけ絞り取る、そういう順番がこの世には存在しているんだ。あなた方もおとなしく枯れずになりなさいよ。誰がなるか。そんな順番とか頭おかしいでしょ。俺だって散々やられてきたんだ。苦渋を舐めさせられ、クソ底辺から這い上がってようやく俺が刈り取る番ってわけさ。だからってやり返す相手間違ってんでしょ。卑怯なことしかできない。勝ち方に綺麗も汚いもない。クレバーなやつが勝つ。賢く強い者は弱者を食い散らかして当然。ネットの知識だけで世の中悟ったような気になる頭の湧いたクソガキはいいかもだよ。終わってるこの人。騙されるのは常にバカだ。バカはそのバカの責任を取らされるだけ。学習しないバカは一生バカなんだよ、バーカ。バカバカうっせえな。バカには何を言っても無駄か。ありがたい説教の時間は終わりだ。一生ここで奴隷としてこき使ってやる。冗談じゃない。たかわせていただきますよ。無鉄砲、自分のバカさ加減もわからねえ。そんな奴ら搾取しなきゃもったいねえだ。行けジョーカー、金の亡者に引導を渡せ。ヘルス食らえない。これで
でもとことんやる気ならもうシャレで済まねえからな。許してもらえるなんて。それはこっちのセリフ。うらくたばれ。敵はあの巨体よ。体力が減ったところ。くらえ。うらペルソナ、はっ、ペルソナ蹴散らす。まだやれる。ふん、マジだぜ。みんな体力に気をつけてな。いただいていく。
消さないとダメージが。敵を
いただいていく。ジョーカー体力やばい、注意しろ。さっきみたいに奴を落とすか、それとも別の手で気をそらすか。知っての通り、金城は奴が興味を持つような高価なアイテムなら気を引いて隙を作れるかも。試しにやってみよう、ジョーカー。どのアイテムを投げつける。よっしゃ、ジョーカー。アイテムで金し。これ、投げようぜ。やべえくらいの高級感を感じるぜ。いただいていく。こっちだぜ。ベルサマ。
たは兵士、気をつけろ。痛いのが来る。そこか。誰にも渡したくねえよ、俺の金。善良な人たちから奪ったお金、借金をチャラにしてやる。だからしてやるだ。貧乏で不細工でバカでよ、そんな俺にどうやってまともに生きろってんだ。社会が悪いんだろう。立場の弱いやつはどうしたって幸せになれない。俺だって被害者なんだよ。そうだ、うわ、返す返す、痛々しいな。居場所が欲しかったんだ、わかるだろう。何が居場所よ。あんたが楽して儲けるために利用できる奴らを集めただけじゃない。レッテルに苦しんでんのが世界でてめえだけとでも思ってんのか。俺だってこいつらだってみんな戦ってんだけど、安心なさい。やっと居場所ができるわよ。一生かけた償いの舞台がね。お前のその歪んだ心、俺らが何とかしてやるよ。ゼロ円でな。分かればいい。さっさと現実の金城の元へ帰れ。お前ら容量悪いぜ。そパレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。てめえと一緒にすんじゃねえ。その青臭い正義感意味あんのかね。やってるやつがもういるってのに。もういる？教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で
何が起きようがお構いなし。ハイジ。それはマダラメのシャドウが言っていた。いえ、誰なんだ。やめとけって。や、出くわさないようにせいぜい気をつけることだ。考えるのは後だ。お宝を奪え。時間。せっかくならあの大きいのを。って、え？ヤッフー。 お宝。どうなってるのよこれ。超気持ちいい。いいな、いいな、ヒューマンっていいな。大丈夫か？割れてないか？割れてない。割れてるでしょ。もうそうじゃなくて、大体いきなり飛び出すとか危ないじゃん。てか超見られてるし。怪我人がいなくてよかったわね。いや、約一匹。あのアタッシュ、あれがモルガナの死因だろうな。ちげえって、あれお宝か。信号赤。どこで開ける？カラオケは？監視カメラがある。俺いい場所知ってる。あ、そっか。ちょうどコーヒーでも飲みたかったところだ。手当てしてあげないとね。あったけ。妙に落ち着くわね、ここ。何かわかった？ダイヤル式の鍵がかかっている。これは番号がわからないことには。ダイヤル式の鍵ね。やっぱり。なぜわかった？何度も開け閉めしてるの見てたから覚えちゃった。怖っ。でもすげえ。あー、しみる。おい、早く開けてみろよ。おお。いくらだこれ。この束で100万だと思うが。3000万円。みんなで割っても一人500万。やべえ、今度から毎回豚汁セットにしよう。小せえな。いい気分のところ悪いが、
こいつが本物に見えるのか。はあ、子供パンク。マジかよ。全部あいつの見えってことなのかしら。まあほら、やったった感あるし、よくない。やったった感、やってやった感、やってどっちも。天下を騒がす怪盗の成功報酬がやったった感なんて、はあ、おっかしい。まあ待て、中身は紙くずだったが、このケース自体はなかなか悪くない。よし、売ろう。決まり。そういえばモルガナは何かを思い出したりしなかったのか。いや、何も。お前、ぶつけたショックでまた忘れたんじゃね。一言だと思いやがって。記憶喪失なの？そんなとこ、お宝を探してた記憶はあるらしい。早く思い出せるといいね。それで、この後ってどうなるの？まずは様子見だ。金城が改心するのを待つ。今回はすげえだろ。だいぶ世間に騒がれんぜ、きっと。そういえばさ、金城が最後の方で言ってたこと、あっちの世界を使ってる悪党がいるって。気にはなるな。考えてもしょうがねえ。今はとにかく金城の改心がどうなんのかが見ものだ。とりあえずおとなしくしてようぜ。あなたにそんなこと言われるなんてね。頼んでいた件だが、まだかかりそうかね。君の学校で起きた問題だよ、校長先生。分かった。もう誰のおかげでその椅子に座っていられるのか分かっているんだろうね。奴が早々に候補を挙げてきた。どこかの誰かさんとは大違いだよ。ああ、もちろんだ。引き続き調査は頼む。つけておこう。